まは。お元気ですか皆さん。いやー、お、ありがとう申し込んでくれた方々。はい、自宅のベランダでございます。私は今友達のやってるブランドのお茶のブランド、さてさての紅茶を飲んでおります。ライブ行きたい、ファンクラブ入ろうかな。入ってください。いいグリーン、ありがとう。これは友達がやってるブランドのカルマというブランドの、ニットベストです。これは友達がやってるわけじゃありません。バームクーヘンです、セブンイレブンの。確かにマグもニットも緑だ。これはミアーってところで、ね、よくキャンプで使ってます。ピアスは楽天市場でなんか普通にプラチナの2ミリ、うん、サイズが2ミリ、2センチだったかな。一口大きいかな、そんなことないかな。フランスから見てもすげえです、すごい。フランスでお仕事ですか。そうしてる。うん、いや今日はベランダなんでね、僕の大好きな植物たちを皆さんにご紹介できるんですよ。いつもファンクラブのボイスダイアリーっていう、僕が声でボイスメモで日記をつけてるんですけど、それで植物を毎回ね、めでてる様子を言ってるんですけど、見せたことなかった。これね、今、2番目にお気に入りのこのアガベの、ちょっと角度的に見えづらいか。下のと。アガベ、下のと。白芸ってやつですね。時々います。いや電車の音ね、ごめん、時々鳴るんだ、うん、家の中にはあんま聞こえないんだけどね。探んないでね、この時間にこの電車の音が鳴ってるということはみたいな、ここに住んでるなみたいな。あなたが可愛い。ディッキアも見せとこうかな。よいしょ。これ、ほら、かわいいでしょ、ディッキア。人で見たい。ここに小株が出てるんですけどね。いつかこれも抜いて別の鉢に植えます。サボテンとかもかわいいでしょ。あら、かわいい。東京は涼しいですね。ですよ、このアガベの発光雷神っていう、八雷ってよく言われてるものなんですけども、もうね、買ってからも葉っぱが8枚近く展開してるので結構大きくなっています。上から見るとね、バラみたいな、ロゼッタみたいな感じになってるので、ね、めっちゃ綺麗なんですよ。チクチクしたの確かに好きかも。なんかでもこういうホワホワしたサボテンとかもあるんですよね。モコモコみたいな。
まあ、ミラリアっていうやつなんですけど、アガベいいんですよ。ありがとうございます。ベスト可愛い、ありがとう。アロエとかもねちょっとずつあったりするんですけど、これねラモシシマって伸びたら幹立ちしていくやつです。尖ってるのばっかり。そうだよね。一応シダ系もあるんですけど、あんまベランダ見せすぎてもあれだなと思って。テントの使い心地めちゃくちゃいいです。いや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 、どうですか皆さん。晩ご飯時ですけどね、お腹めっちゃ空いちゃってちょっと耐えきれなくて、昨日買ってたバームクーヘンを食べちゃってます。これうまいよねこのバームクーヘン。尾崎豊店に行ってきました。へえ。尾崎豊店なんて今やってんだ。鉢はよくあの楽天市場で買える、なんかね陶器の鉢もそのヤフオクでこう買ってみてさ、これはオベサっていうユーフォリアのオベサっていうのが入ってるんだけど、ユーフォルビアか。オベサっていう陶器の鉢買ってみたんだけど、まあ、やっぱ陶器高いじゃん。なんだかんだプラ鉢の方がね育ちがいい気がしてて、だから結構プラスチックの鉢でやってますね。最近はこの四角いプラスチックの鉢が好き。こうスリットが入ってるんで風通しもいいから、水はけもより良くなるっていうね。土も自分で配合してるんですけど、好きな植物はやっぱアガベかな。アガベやっぱ高いからそんないっぱいは買えないんだけど、あと1個の種類がいっぱいあるのもあんまりいいとは思ってないんで。私の楽天リウムね、確かになんか1回昔やろうとしてビクターに怒られたことあるんだよね。結構グレーだからみたいな。陶器管理が難しい。やっぱそうですか。そうだよね。なんかね、そのディッキアもなんか水はけが良すぎる陶器のやつにこの前ちっちゃいの入れちゃってたんだけど、こいつこのちっちゃいこのディッキアもう葉がもう枯れかけてその内側に折れてきちゃったんで、もういつも使ってるその楽天市場で買えるプラ鉢、水はけいい、あんま良すぎない感じかな、これは。まあ大きい、水溜めやすい。これに入れて今必死で毎日めでております。戻れ戻れって。この四角のね鉢とかはあの尾崎フラワーパークっていう植物屋さんで買いました。一個売りとかで買えるんでね、60円とかで買える。尾崎フラワーパークおすすめです。安いやつは安い。お香とか好きですか？あ、結構そのアポテーケっていう、アポテーケって読むんだよなっていうところなんですけど、最近下北に路面店できて、そこイソップみたいな内装ですごい素敵で、昔から結構祐天寺のセレクトショップでそのこのお香は買ってて結構やってますね。なんだっけ、好きな香りね、なんかあったんだよな、ちょっと思い出しとくわ。そう、下北沢にあるんです。あそこめちゃくちゃいいですよね、あの新しくできたとこ。下北変わりましたね。だからなんかすごいやっぱバンドマンと
なんか個性的な人たちばっかりだったけど昔は。古着キッズみたいな。最近やっぱ中目みたいな感じにしたいらしくて、いろいろそういう本当にイケてるような建物とかも増えてるから、なんか中目にいそうなお姉さんもいて、バンドマンもいて、古着キッズもいるみたいな、なんかすごいカオスな、よりカオスな街になりましたよね。ここ私は日比を愛しています。あー、へー、聞いたことないな。おすすめのバッグ教えてください。あー、バッグね、男はあんま使わんのよな。でもそのアンデコレイテッドってお世話になってるブランドがあるんですけど、そこで餃子バッグってなんかシューマイみたいなバッグ俺は使ってたりとか、あとマルニの紙でできてるカバン使ってます。雨の日は心配になるやつですね。髪型はどうオーダーしていますか？これね、まあ、いつも切ってもらってる子にもいつもみたいな感じでって言っちゃってんだよね。その子10代ぐらいの頃から知り合いで、ずっと切っ、あ、そのスタイリストになってから、一時してからずっと切ってもらってるんだけど、なんか小松菜奈とかも切っててすごい驚きですよね。ハンターハンター嬉しいね。ハンターハンター、あの連載再開しそうな気配が嬉しいってことですかね。それとも戸賀店ですか。戸賀店行くの楽しみだな。まだ予約取ってないんだけどね。グッズがなんかイケてんだよね、珍しく。なんかナルト店とかジャンプ店はグッズがダサくて、結局クリアファイルぐらいしか買うのないなってなってたんですけど、戸賀店のグッズは結構いいですよね。愛に溢れてる、ユーモアと愛に。今の髪型が一番好きです。あー、俺もうね、飽きてきちゃってさ。どう思う、それ聞きたいわ。センターパートもやっぱ飽きてきちゃって、ちょっと無造作ツンツンみたいな感じにしようかなって今は思ってます。まあ、ツンツンってもパンクっていうよりは寝癖っぽい感じ。東京観光するならどこがおすすめですか。まあ、何したいかによると思いますけど、まあ、下北はおもろいですけどね。今もウルフまたしてほしいです。ツーブロックとか高校卒業したってぐらいの時だな。マッシュルームカット懐かしいですね。パーマかけないんですか。あ、一時期ね、一瞬パーマかけてたんですけど、結構好評でしたよね。ウルフの襟なしみたいな感じ。それはそうか、まあでもそういうことになるかも。うん、もっと寝癖っぽい感じかな。あ、やっぱ今が一番好き。変えてほしくないファンの方々が多いですね。じゃあ変えます。また戻すかも。でもなんか一回変えようかな。うん、いや、今日はね、こう日々さ、ちょっとずつやっぱ植物も変わってます。今日スタジオだったんですけど、私スタジオだったんですけど、私あ、チケット予約しました。ありがとうございます。皆さんと会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。しかも大好きなリキッドで、結構爆池セットリストみたいな感じでいこうかなと思ってるんで、楽しみにしててください。染めないんですか髪の毛。そう、わかるよ。一時期ツンツンピンクヘアみたいなのにしたかったんだけど、根元が来る前でも、なんか一応30を迎えてからそういうのするのあんま好きじゃないなって俺思っちゃって、もうこっからは黒かな俺は。まあ個人的なね、好みですね。
康介さんばりに伸ばさないんですか。いや意外とさ、やっぱだから挑発説もあったんだよ、ちょっとここら辺ぐらいまでので、無理だった、やっぱ伸ばしてる途中で限界ってなる。短い髪の方が楽だからさ、うん、昔の曲もやってほしいです。はい、ありがとうございます。それはもうもちろんやります。アレンジまた変えちゃったりするかもしれないですけど、黒髪一番ですよね。やっぱ生まれ持った色が一番似合ってますよね。今まで買った中で一番高かった株は何ですか。あ、この方は株という言い方をしているということは、アガベ好きですね。一株これでもね、この白毛とこれかな、姫源流、一番お気に入り。そんなめっちゃ高いですよ、まあ、育てて大きくしようかなと思います。1万6000円ぐらいです。はい、ヤフオクとかでね買って、そのベアルートって言って根がない状態の発根管理して今動いてるんで、もう葉っぱが 2,3 枚展開してるんでね、元気に育っております。シューズをセットリストにお願いします。ありがとうございます。ちょっと参考にしますね。アメマジいいですね、懐かしいですね。そういうのもね聞きたいでしょうね、まあ、弾き語りのねセクションがね確かにあってもいいよね、まあ、リキッドだからちょっとどうしようかなと思ってるんだけどね。そう、サンダーバード好き時々いるんだよな、同じ人かな。サンダーバードがめっちゃ好きな人いるんだよな。以前フレデリックとのツーマンを貸してもらい、シュークリームとミルフィーユの差し入れしたものです。お、ありがとうございます。その説ありがとうございました。こちらこそ。夜の匂い聞きたいです。いいね、寝顔聞かせてください。いいね。もうでもさ、みんなが選ぶ曲全部セットリストに詰め込んだらみんな寝ちゃうんじゃない。これサンドバードいいですか、うん、めちゃくちゃ覚えてなかったよ。なんかファンクラブのやつで、いや、やんなかったか、ファンクラブの生配信で。サンドバードね、 OK 分かった。ちょっと考えとくわ、うん、アレンジ変えてなんとか入れ込めたら入れ込んでみようかな。ててててててってやつね。はいはい、懐かしいな。あれもPC に撮って入れたのは、うん、アイデンティティもねいいですよね。ウォークオンね、ウォークオンもやっぱ好きな方いますしますね。グラキリスクス、開墾系は僕集めてないんですよ。アベニウムもまだ買ってなくて、今のところはアガベ、リッキーやサボテン類ですね、うん、ストーリーもいいよね。オケ最高なんだよな、ストーリー。ワンタイマジック、もちろんするんじゃないですか。ワンマンですからね。カタルシス、懐かしい5拍子の曲ですね、うん、サツマニア残念だったね。ほんと来年開催されてほしいです。いや、実現すれば100組出る鹿児島のフェスだったんだな。小平さんが言ってたセブンのカレーフェスのカレー食べました。ロカのカレーめっちゃうまかったんですよ、ね、今なんかキューヤム系のやつも置いてますよね。そう、あのカレーのコラボで、あのパルコでね10月僕のコラボカレーが食べれますんで、ぜひとも皆さん足を運んでください。内容はまだ秘密です。合い盛りですごい美味しい2種類のカレーが載ってますよ。ユーも聞きたい。確かにいいですよね。アメマジル僕一人ね、いいですね。カレーね、試作品をこの前食べてきたんですけども、すごい美味しかったっす。もうほんと僕の力なんて、もうほんとにほぼないぐらい、もうカレー屋さんの方々素晴らしかったですね。お、ストーリーを結婚式のエンドロールで使わさせていただきました。ありがとうございます。パルコはね渋谷店です。地下のカレー屋さんでやります。
ープン EX シアターでアイデンティティ聞いた時最後のミニオスさんドラムしびれました。あーそっか、最後あそこいいよね。確かに最近料理作りましたか。最近ね、なんかあんま作ってないんですよね。社会人ながらイベントを目指して日々頑張っておりますが、いつかボックスフォーリーミーと龍泉さんの地元のフォーリーミーツアー、ありがとうございます。お、なんかコメントがいっぱいになってきた。今回住みですか指定席ですか。スタンディングだったら臨月間近で行けないかも。あ、そうなの。なんとか椅子作ろうか。じゃあもう特別に。でもそんな時に大きな音聞いていいんですか。無印の辛くないカレーしか食べれないんですか。あ、食べます。あー、一個はちょっと辛いかもしんないけど、でもカレーっぽいカレーではないんだよね不思議なんですけど、なんか辛いって感じのカレーではないんで食べれるとは思います。味はもう本当にお墨付きなんで、うん、シーズと対バン保育園の運動会で行けなくって泣きました。あーそうなんですか。10月15日ねあの学祭で、帝京大学の学祭でシーズとツーマンしますんで、ぜひそちらもね行っていただいて、さらにワンマンにも来ていただくとカレーいつまでだったかな。ちょっともう一回アナウンスします。もう1ヶ月はあるとは思うんですけど、もう一回ちゃんとアナウンスしますね。それは。おお、なんかあなたをフォローしましたとかも出てくるんだ。これありがたいですね。ライブを見てフォローしてるってこと、そんなパターンもあるんだ今回当選したまんまなくなっちゃった。あ、前回当選したまんまなくなっちゃったから、今回本当に楽しみにしてる。 ありがとう。紅茶の容量多くないですか。そうね、このカップのデカさってこと。確かに。しかも俺下しっぱだからちょっと渋いわ今最近シーキさんと会いましたか。いや、シーキ今年ね、なんか飲んでないんだよね、あんまり。うん、そろそろ会いたいですね。ベストもカップも緑ですね。緑色が好きなんです。最近緑好きだね。でも今はなんか、あ、いや緑好きだね、うん、なんかマッキーノっていうなんかハンティングジャケットみたいなのを買おうとしてるんだけど、それも緑のチェックですね。ライブ嫌すぎで大好きです。ありがとうございます。まあ、ちょっと定期的にこのインライできたらいいですね。何の紅茶が好きですか？なんかホテルに泊まった時に、なんかと、なんかインドかどっかの紅茶で美味しいのあったんですけど、頼んでみたら紙、なんかホテルで飲んだのと味が違って。最近あの友達がサテサテっていうお茶のブランドやっているんですけど、そこの紅茶がめっちゃ美味しくて和紅茶、あの日本茶の葉っぱで作っている紅茶なんです。それおすすめ、みんな買って。3月の BBH の台版で初めてアメパレを見て好きになりました。もう面白い。ありがとう。BBHF 俺は心から大好きだぜ。本当にめっちゃいいよね BBHF って。チャイは好きですか。めっちゃ好き。チャイティーラテが好き。チャイっていうより、うん、あのスタバでも頼むし、カルディの中で、ね、粉末になってるやつあんだよ、チャイティーラテ。それはよく飲んでます。おすすめの古着屋とかありますか。あー、もうもちろんいっぱいありますけど、スナックっていうのを上原で友達がやってるんで、よかったら行ってみてください。アルバム出す予定ありますか。もちろんも出したいんですけど、ちょっと今のところいついつ出すっていうのはちょっとね、まだお伝えできるかもないですね。グッズ毎回センス良くて全部欲しくなります。ありがとう。
最近またね心機一転集中してもっと良くしようと思って作ってますんで、今回のやつ最高に好きなんだよね。全部いろんな人に広めてください。高円寺は行ってますか？時々行ってますよ。バンイさんっていうタイ料理屋さんがすごい大好きで、よくあそこで食べてます。その夜中までやってるしね。バンドメンバーとも行ったりするな。チャイラテにエスプレッソショット入れるのおすすめです。え、マジで？スタバでってこと？いけてんねそれ。新しくグッズ出しますか？ワンマンでもちょっと増やす予定です。ぜひぜひ。ちょっとそれの打ち合わせもしなきゃだな。ありがとう、思い出しました。ビーズのやつ出ますか？これは難しいとこですよね。ちょっとなんかしてみます。なんとかやってみようか。大沢さんいっぱい作ってたと思うんで、それをもうどんどん作ってもらって出しちゃうか。スキンケア俺ね、もうマジで何も、あの風呂上がりにあのおさじの化粧水となんか適当に買ってる乳液を塗ってるだけです。スタバの店員さんがスタバのチャイ大好きです。あれうまいよな。ボイスダイアリー撮ってますか？撮ってるんですよ。ごめんなさいね。すぐにコンスタントにあげますよとね、何度も言っているが、しかし1ヶ月貯めてしまうこの私を愛してほしい。暗いですね。ライトアップしてて、あ、暗い。ちょっと角度によって暗い。絶対に買います。お前魚を見に行く来てたの嬉しかった。お、あれ実家より近いんだよ。めちゃくちゃ俺和田出身だから、坂の上のもうでっかい坂に住んでます。そのピアスお気に入りなんですか？まあお気に入りですね。丸ごと愛されてください。最近ハマってること、いやー本当恥ずかしいんですけども、スプラトゥーン3をねちょっとやらさせていただいてます。 こちらにもいらっしゃいますか？スプラトゥーンにハマってる方。メニュー101でやってたのはスティッチのものまでね。ドナルドのものまでじゃない。モンジュさんとアメパレ札幌来てください。あ、渡る杉本渡るです。あいつはモンジュではなく。もう二度と小平さんの音源バージョンも聞きたい。確かにスプラやってますね。いやもうほんと、ほんとはもうみんなもうこんなことしてる場合じゃないんだよね。スプラトゥーン勢はフェス、フェスでしょ今。結構やったん俺ね、ラクト使ってんのよ最初でさ。やっぱ俺毎回このパターンなんだけど、スマブラとかもちょっと強武器なんじゃないみたいなのを言われてるので、スプラトゥーン のラクトを使って、でやっぱスペシャル特化でバーでやってたんだけど、やっぱ限界を感じ始めてるんだよね。その縄張りバトルだと強いんだけど、だからフェスとかとか全然いけんだけど、やっぱガチマになるとね、そう洗濯機強いのよ。しかも割と簡単に使えるっていうからさ、だから洗濯機に移ろうかなって今考えてんだけど、でもあのフェスがさ、あの始まってるから、プシュ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 ってね、あのラクトでやってビビビビビって、いくら、あの鮭のやつですか、それもやってますよ。いやフェズコって、カタカナでフェズコっていう名前でやってますからね。見つけたらあの手を抜いてください。僕はお、みんな結構やってるね。やっぱスプラトゥーンの楽しさ、うん、まあだから俺 FPS 系苦手なんだけど、あれ PUBG とか APEX とかそういう人でもまあできる武器があるぜみたいな感じですかね。あ、オットタクシーね、僕は見てないんですよ。フェズコね、
カタカナでフェズこれ。ユーフォリアって俺が好きなドラマの登場人物のフェズって呼ばれてるやつなんだけど、フェズコにしました。それって最近見て良かった映画ありますか？あー、映画ね、俺映画すげー大好きなんだけど、最近はあんまり見てないな。劇場で見たのは多分バットマンが最後だったと思う。ザ・バットマンがもうめちゃくちゃおもろかったね今年は。あとはドラマだと、ホワイトロータス見てみたんだけど、エミー賞のリミテッド部門で作品賞取ったから、そんなにハマんなかったな。サクセッションって、日本のタイトルはメディア王ってやつが普通の作品賞取ってて、それは全然見てたから。でも俺もそんなにそれね、おもろいけど1番かって言われたら俺全然ユーフォリアのシーズン2の方がおもろかったけどなって思います。どうですか皆さん、ドラマも映画も大好きです僕は、ではこれから見たい映画は、トップガンがおもろかったらしいじゃん、めちゃくちゃみんな言ってて、で1個前見てちょっと劇場間に合わなかったから何かで、まあ、ちょっとタイミング空いたら見つけたら 見ようかな。トップガンドラマゴリ見るね。もう基本的に海外ドラマと洋画ばっかりですけど、タイの BL が良かったです。タイの BL ってボーイズラブってこと？タイの BL が良かったです。え、ボーイズラブってこと？ボーイズラブはあんまり興味ないな。ジュラシックワールドはファンにはがっかりらしい。あー、やっぱああいう大衆向け映画すげえ好きなんだけど、やっぱシリーズ化していくとどんどんね、やっぱ面白くなくなっていく傾向はあるよね。ただそんなのを覆すミッションインポッシブルね、毎回最新が超おもろいっていうね。ユーフォリア大好きです。ハンターシェイファーが可愛すぎますね。いやもう思ったよ、いや最初俺普通に女の子だと思ってたらね、あそうなんだみたいな、ついてるんだみたいなね。ハンターシェイファーめちゃくちゃ好き、全然女性として見れるし、ドミニク、なんだっけ、2で出てきたあいつと付き合ったよね実際、歌歌ったやつ最後ドミニクが演じてる。天使のくれた時間、あーあの人ね、うわナショナルトレジャーの人ね、うわー俺好きなのにな、ケンション、うわーこういうことあんだな。ちょっと昔冒頭だけ見た気がする、すごい気になってます。このスタライ見ながら歩いて道に迷っちゃいましたこの映像は方向音痴ですかあ、スタライっていう略し方もあるの。俺は方向めちゃくちゃわかるよって思ってる。ミッション最新作撮影中らしいです。そうなんだ、いやもういくつだよって感じだよねトム・クルーズ60ぐらいでしょ、すごいよな、スタントつけずに未だに自分でやってるって。ワンピレッド見に行かないんですか？もちろん見に行ったよ、俺は思うとこあるけどね。全然一番良かったのはエンドロールで出てきたヨサクとジョニーだね。レッドはやっぱしょうがないけど歌多すぎたよね。で大筋は全然悪くなかったと思うんだけど、でもなんかルフィに対してそのなんで海賊王になりたいのって質問するときに、あちょっとネタバレ含むからみんなそういうの嫌だったら切って、なんか一番なんか新時代のためだみたいなこと言ったじゃん劇中で、めっちゃドン引きしたあれで、一番自由なやつが海賊王ってお前が言ってたやんみたいな、何新時代のためってって思っちゃって、全然ルフィじゃないなって思った。あれを見てドラゴンボールはね、スーパー見てないからな俺。こんばんは。シェフ面白かったですか？シェフなんだろう、わかんないな。チェンソーマン楽しみですね2。あ2じゃないや、アニメの方ね。
アニメの方めっちゃ楽しみ。あのクオリティで行くんだったら絶対もう世界でムーブメント起こしちゃいますよね。おすすめの本はありますか？本ね、今年読んでないな。そうですね、ちょっとおすすめできる本は今ないかな。漫画とかになっちゃいます。猫はですか？ムカタイの YouTube に出てほしい。あ、いいね。太一ね、太一が出させてくんないんだと思うな。俺は全然出たいもん。スパイファミリーは見られますか？あ、スパイファミリーは1、2、3話とかもマジで完璧だったよね。漫画アニメも見てましたよ、うん、おもろいよね。めちゃくちゃいいと思う。なんか犬出てちょっとなんか中だるみっぽくなるとタイミングがあって漫画そこで離れちゃったけど、基本はめっちゃ好きですよ。秋のアニメ熱いんだ。何があんの？チェンソーマンってどんなお話ですかって言えないところがチェンソーマンの良さなんだよね。なんかなんて言うんだろうね、パンクなんだよ。でもなんだろう、流したことない涙流せるし、ハテナで笑っちゃうみたいなところとかがすごいあるかな。いやー、夜風が気持ちいいですね。夜風が気持ちいい時期はベランダでインスタライブしてもいいんだ。鹿児島でおすすめの景色の場所教えてほしいです。吹上浜っていうところが本当ちょっと危ないんですけど、星がもうめちゃくちゃ綺麗で、あのノクチルカっていう曲の題材というか、まあ、そこの思い出をノクチルカっていう曲に残したんですけど、おすすめです。夜中に行くとね、すごい星が綺麗。昔はその北朝鮮でよく拉致されるみたいな場所だったんで、アベック注意って看板があるんですけど、多い人数で行ってください。だからおすすめの YouTube チャンネル、これがですね、どういったものがお好きですか？私はあのそうですね、まあもちろん中田敦彦の YouTube 大学めちゃくちゃ見てるんですけど、ああいう系もすごい大好きで、勉強するみたいなね。あと植物系ですごいもう勉強したりとかして、だから勉強するの結構好きなんですよ。だからリハックとか見て、成田さんの会話とか見て、あおもろいなこの人みたいなとか、政治家とのやり取りを見て、あこんな人いいんだみたいなものも最近は好きだし、あとサタビルダーズってバッドボーイズサタさんがやってるバイク改造したりするやつとか、あと喧嘩バトルロワイヤルっていうのを最近見つけて、その喧嘩自慢が好きだったら喧嘩バトルロワイヤルちょっと見た方がいいよ。やばいからマジで。他のバンドの音楽は聞かれたりしますか？だからまあでも本当ほとんど洋楽なんですけど、それはもちろんめっちゃ聞きます。最近だとブラックパーティーめっちゃ聞いてるかな。そうなんかね、昔音楽のツイートとかストーリーめっちゃ上げてたから、上げた方がいいんだろうなとは思うんだけどね、うん、ちょっと恥ずかしくなってきちゃってるんだけど、まあ上げていこうかな。最近聴いてる音楽とかも。私はいろんな日本の景色をドローンで撮影してるのが見るのが好きで、ああそういうチャンネルもあんだね。いいね。 BGM 映像 BGM 代わりみたいな感じ。何か好きな駄菓子ありますか？いやいっぱいありますよ、それはもちろん。ちょうど先々週ぐらいのジャンプのウィッチウォッチっていう、昔スケットダンスっていう漫画を描いてた人が描いてる漫画で、違うわ、ロボコだな。ロボコで、駄菓子、300円以内で買う駄菓子選手権みたいなのやってて、もうめちゃくちゃテンション上がったよね。
俺絶対入れるのは何かな、300円って言われたらガブリチューかな。うん、アキラ読まれたりしますか。そう、俺大友克洋はあんまり通ってきてなかったんだけど、そのコロナ禍でさ、いろいろなんか予言が立ってるみたいなのあったから、一応クラシック読まなきゃなと思ってアキラ全部買って読んだんですけど、終わり方だけ最悪じゃない。あとはめっちゃおもろいけど、絵も最高だし、なんかあ、ここをオマージュしてこの映画ってもしかしてみたいな、後のこの作品ってもしかしてみたいなシーンが結構あって、あ、やっぱ教科書に近い作品なんだなって思ったけど、終わり方だけなんか俺たちの戦いはまだまだ終わらないぜみたいな、アニメの打ち切り回みたいな終わり方だったから、終わり方だけ最悪だなって俺は思っちゃいましたけどね。浩平さん、コーラよく飲みますか。俺はね、ちっちゃい頃からコーラよく飲むよ。ペプシが今は好きだね。ずっとコカ・コーラ派だったんだけど、スタジオがペプシ置いてるのよ、ペプシだけで、それしょうがないから飲むかみたいな感じでずっと飲んでたんだけど、もうペプシが好きになりましたね今では。ペプシうまい。今日もペプシ飲んだ俺は、 500ml 缶。今日起床から東京戻ってくる道中ずっと東京聞いていました。いつも元気もらってます。本当にありがとうございます。ありがとう。超人 X 読んでますか。途中まで読んだ。面白いよね。うん、3、4巻ぐらいあたりまでは読んでるんじゃないかな。東京グール書いてる人のやつだよね。面白いと思う。ちょっと主人公に花ないなっていうのが、まあ、あえてやってるんだろうけど、良くも悪くもって感じですね。プンプンみたいな、みたいな。ワンマン申し込みました。友達も台湾から見に来る予定です。わ、ありがとう、めっちゃ嬉しいよ。浩平さんが前に飲んでいたボックスのミント味の炭酸水ずっとハマって飲んでる。え、どこで買ってる。俺ちょっとアマゾンなくなったんだけど、あれうまいよね。え、ちょっとどこで買ってる。書いて書いて、あれうまいよね。夜ドライブするときはメプラ最高です。ありがとうございます。さらにまた合いそうなもの作ってるんで、お楽しみにと。ライブ一人で参戦大丈夫か不安。俺結構好きだけどな、一人で見るの。友達と行くより、ぜひぜひ。地方もライブ来てください。行きたいよ、本当に行きたい、本当に行きたいよ。大地光クラブって漫画知ってますか。全く知らないです。詳しく書いてください。今日もおしゃれで素敵です。ありがとう。ホラーは好きですか。ホラーはね、あんま好きじゃないかな。なんかミッドサマーとかも俺は好きじゃなかったな。結婚式でストーリー絶対使わせていただきます。ありがとうございます。結婚できることをお祈りしております。福岡ライブ来てください。行きたいな。ペプシの話聞いてたらペプシマンの CM の、曲調流れてきました。懐かしい。もうずっとやってないよね、あれね。多分アマゾンある。マジ。じゃあ補充されたのか、ちょっと調べます。ありがとう、思い出したから買うわ。電車の音が BGM。 あ、ありがとう、ごめんなさい、聞いてくれてありがとう。不滅のあなたへって漫画よかった。ああ、いいよね。なんかね、それも途中で止まっちゃったな。おもろい、おもろい、おもろい、うん、おもろいけど、なんかどっかの街についてなんか一瞬ちょっと単調だなって感じるところがあって、そこで一回止まっちゃったかな。育った後ね、全然育った後。おしゃれな人は僕でステーキが少なくなって悲しいさ。あれが好きなあの子。確かに、ちょっともう一回やりも始めます。それぐらいしかつぶやくことなかったが、最近つぶやいてないよね。なんかつぶやけって言われて、最近ハンバーグ食べたいってつぶやいたんですか。滑りまくってます。最近はお料理されてますか。最近あんま作れてないんですよね。小説、まあ読みますよ、結構読むんですけど、今年は読んでないな。でも買ってはいる。
いつピアス開けたんですか？なんか学生の頃開けたんだけど閉じちゃって、また去年か一昨年また皮膚科で開けました。金属アレルギーなんで、ちょっといい金属じゃないとダメなんで、プラチナつけてます。まだ蚊がいますくし、血を分けてやった蚊いるか。やだよ、なんか慣れてきた俺、植物ずっと維持してたら刺されるから、あ、やっぱ分かる、途中で間延びしたよね、あれでしょ、不滅の穴と。そうなんですよ、あのカチャってしたら火を送るバーみたいな、あいつフィーチャリングされて、その後の街着いたぐらいかな、なんか、ミントがお好きでしたらセイコーマートのミントソーダも、おすすめします。お、ありがとうございます。あ、すごいどんどん来てる。ああ、疲れてきちゃった少女漫画はね、あんま読まないんですよ、私、俺物語とかはね、めっちゃおもろかったけどね。あと世代で7話ちょっと読んでたけど、やっぱなんか少女漫画あんまり読まないんですね。一人暮らしおすすめのレシピ、いやーもう金ない時はペペロンチーノでしょ。麺にしっかりね塩味をつければ美味しいですよ。あとブイヨンとかね、コンソメとかでいいんで、そういうのも入れたら美味しいですから。今期のアメパレグッズ一押し宣伝してください。アメパレグッズ全部マジでおすすめなんだけど、まあでもトートバッグいいよね、 LLB みたいなやつなんだけど、あれ外ポケもついてるし、 LLB よりも分厚いキャンバス生地でやってるんで、ぜひぜひ買い物とかにも最高です。あとハンドタオルね、あんま売れてねえんだけど、可愛いから作っちゃったから買って、あれめっちゃ水も取れるからめっちゃいいんだよ、日頃使えるでしょ、ハンドタオル、だから買って。YouTube でルックブックやってほしい。ルックブック、なんだそれ、行きたい国どこですか。ハンドタオル3つ買ってるつわものがいらすげえな行きたい国アイスランドかな。ハンドタオル色の展開してほしい。本当にいやもうあれ一色でいいでしょムカちゃん出てくれませんか。出たいよ、ちょっとタイチが来ればいいのに。今日ムカちゃん、ムカちゃんって何してんのあれ、出たいね。コーデ紹介みたいな感じね。あ、なるほどね。いいね。1週間コーデ。なるほどね。まあ、いつかもう個人のね、YouTube チャンネル、やるかもしんないよ。50超えたあたりとかでね。いきなりやり始めるよ。絶対やらないやつだ。こちら、かわいい私のちっちゃいディッキアでございます。これも陶器です、これは。これちっちゃい時から育ててるからね、ちょっとずつでかくなっててね、かわいいんだよ。北北西に雲と雪みたいなやつね、アイスランド、あれもう3巻ぐらいまで読みましたね。全然更新しなさそうごめんなみんな、そんな俺を愛してくれてマジでありがとう。 YouTube も更新できなさそうだよね俺はね、本当に何もできないねこの子は。エステフェイスの柄のタオル使う、あ、タオル好きなんだね君は。
TikTok とかで服を上げてほしいです。あー TikTok なんか品がないから使いたくないっていう気持ちになっちゃうんだよな。ちょっと考えます。ライチ光クラブは、はい、教祖みたいに崇拝されているリーダーの少年とその周りの信者の、少年たちで世界を変える理想の世界を作る、世界を変える理想の世界を作るみたいな漫画です。世界観激強いけどおすすめです。え、見ます。ライチ光クラブ、え、初めて聞いたな。どこの雑誌でやってるんですか。20代のうちはこれだけやっておけということはありますか。マジで死ぬ気でやってみるみたいな、ね、めっちゃぼやーんとしてる、ぼやーんとしてる。まあやりたいことがないならあれだけど、うん、結構無理して寝ずにいろいろやってみたりとかねしてたな俺は。これだけやっとけ、うん、まあでもいろんなインプットはしてた方がいいと思うのと、あ、でもやっぱこの年になってもやっぱ人とのつながりいっちゃん大事だなって思うから、うん、いろんなとこに顔出して悪いことしないで、あの、つながりを大事にしていくっていうのもめっちゃ大事だと思う。そのまさかこいつが売れるとはみたいなやつらばっかりだったからいややっぱ対バンとかしてさ、そのまあ別こんな絡まなくていいわみたいな思ってさ、めっちゃ売れたりとかするからうん、とりあえずまあ敵作ってたわけじゃないけど俺は、うん、みんなと仲良くしてていいと思うよ。海外の漫画読まれますか。あんま読まないね海外の漫画って。アメコミとかってことあんま読まないね。やっぱウォッチメンだけ買ったけどそれも結局読んでないしな。植物はね、俺はメルカリとかヤフオクで大体買っちゃってるかな。もし兄弟がいたら、ああ誰かし、兄とかだったかな。なんかやっぱお兄ちゃんいる人って基本的にお兄ちゃん世代のものもインプットできてるからずるいなって思うよね。対バンしたいバンドいますか。今は、まあ人的な好きだけで言ったらクロイとかしたいですけど、どうだろう、アメパリに合う対バン、なんか打ち上げ楽しいやつらとやりたいな。韓国の漫画結構おもろいのありますよ。不良パパ、そうなんだ。韓国の漫画ね、確かに絵上手い人いたよな。また BBHF と対バンしてください。したいです。今度は呼んでほしいな。北海道も行きたいし。クロイとの対バン双方推しなので泣いて喜びます。ありがとうございます。あと誰かな。いやでも確かになんかそこ世代、若い世代とやりたいな、ね。韓国なら喧嘩独学、それも漫画なの。全然掘ったことない韓国。バンドの打ち上げどんな感じですか。どんなだと思う。酒に溺れることもあるよみんなで。すごかった。列伝の打ち上げとかも凄まじかったぜ。すごかったぜ毎回マイヤーの時はマジでやばいな毎回。まあ俺らも悪いんだけど、俺らが悪いのかな。あー BBHF はガリレオガリレイだったって知らなくてめっちゃびっくりした。ああね、懐かしいよね。先行ライオットのニバスよく聞いてたの昔。高円寺のおすすめの古着を教えてください。川はよく行きます。お、川行くんだ。辛坊さんのとこ店ね。黒ベンツも系列ですよね。
あとコードってところ結構いいですよ。北谷さんっていうところがやってる、あ、北谷さんっていう人がやってるお店、コード CORD コード、海外輸入だけどね、結構安くで全部置いてるから。シーズンの台湾見たいです。学祭でやるんですよ、10月。ぜひとも来てください。カラオケ行きますか。カラオケ俺めっちゃ好きだよ、うん、え、浩平さんがナインスの社長の嘘、悪口言ってた印鑑まだ持ってます。え、ちょっと待って、そんなこと言った俺言ってないからね。ナインスアップの社長でしょ、めちゃくちゃいい人だよ、アキラさんね。俺その打ち上げでそのあのまあ俺気に入られたけど、そのお姫だっこ、お姫様抱っこされてたんだけど、そこからもう落とされたから、仕事中なのでまた来ます。ああ、ちょっとでもね、そんなに長くはしないから、もうそろそろやめちゃうぞ。井上さんと仲良しですか。どの井上さんだ。ノンスタイル絡みはないね、ノンスタイルの井上さんだったら。この前の3人でサインした長時間インレイもよくて何度も見てます。ああ、撮ってるってこと、すごいね。あ、龍馬のことね、シーズンの井上さんそっか、龍馬のことを井上さんって呼ぶ人もいるのか。龍馬めっちゃ仲いいよ、昔からよく飲んでるし、今の引っ越し先の街も知ってる。言っちゃおうかな、ここで。どうしようかな嘘だけど、言わないけど。でもよく会ってます、仲いい後輩。死ぬほど飲ましたことがあって、一回だけ壊れたね、龍馬が。すごいなその時マジで申し訳ないの。あのリリリミットの純平ね、牧野純平、あの一緒にホームページ作ったんだけど、元リリリミットの純平が、あの福岡帰る時に俺と純平と龍馬でその飲んだんだよ。で、まあ共通の友達のスタイリスト、あ、よく道で会うって言ってた女の子とかもいて、でめっちゃ龍馬に飲ましたら、もう龍馬なんかブーブーンベロになっちゃったよ。もうめちゃくちゃ俺にキレてきて俺もすごい酔ってたんだけど、もう酔いが冷めるぐらい怒ってきたから、もう本当に謝っためちゃくちゃ謝った、マジでごめんって言ってタクシーで返したああ、もうその頃から笑い話ですけどね僕はオーバーシーっていう美容室で切ってます。米本翼に切ってもらってます。今となってはカリスマ。なんで怒ったか俺も分かんないんだよ。飲ませすぎたのに怒っちゃったのかな。いや違うんだよね、龍馬もあの酒癖悪いタイプじゃなくて、本当その日一日だけなんで記憶なくなってるの次の日なんか僕悪いことしたような気がするんですけどって LINE が来てて、覚えてないんだって思った。大丈夫だったよ俺も半分覚えてなくて、純平が自分の送別会なのに次の日 LINE で、浩平昨日大丈夫だったって言っていや大丈夫、なんだっけって言って、めちゃくちゃ龍馬切れてたよってガンガン入ってますが、特定とか大丈夫ですかね。気になりますよね、私も。だから皆さん絶対に探さないでくださいね、僕の家の場所おすすめのカレー屋さん教えてほしいです。高円寺のねぐらっていうカレー屋さんおすすめです。はいはい、妄想インドカレーっていう名前でやってますけど、そこはねおすすめ。浩平さん飲むとどうなりますか。俺は基本的に楽しいやつになってると思うんですけどね、はい、時々やっぱ飲みすぎてしまうとね、うざいやつになっちゃうのかもしれないですえ
うるさいはうるさいのかな。でも基本的に面白いやつだと思います。テンションまた上がっちゃうって感じ。なんだろ、方言出ますか。あー、いや、なんだろ、人に言うんだよね。やっぱ鹿児島の人には方言で喋るし、なんかね、めっちゃ仲いいやつの前とかね、あの時々方言になっちゃうね。小林さんの歌い方、どなたに影響を受けてますか。いや、俺もあんまりないんだよね、そういうの。結構憧れて音楽始めたみたいなところがゼロなんで、あんまり影響されてないと思うんだけど、ちっちゃい頃聴いてた玉置浩二とかね、もしかしたらそのウィスパーボイスは源流がそこにあるのかもしれないです。大分弁どうですか。大分弁いいんじゃない。何やんねーみたいな感じだよね。よくあのりょうちゃんも大分だったし、まきさんも大分なんでよく聞きますね、大分弁ね。方言でインスタライブ、ああ、そういうくくりね、作ってもいいよ。出遅れた。今までどんな話してた。いや、もう何も、もう何も覚えてない。何を話したか。このベストは僕の友達がやってるカルマっていう、まだズボンとベストぐらいしか出してないんですけど、ぜひチェックしてください。喉のケアはね、あんまりしてないな。なんか、あんましてないな、気をつけてるは気をつけてる。テンションめっちゃ上がってるの想像できないです。あ、そう、やっぱパブリックイメージはテンション上がんなそうな人なの。俺は、俺喋るよめっちゃ。イモロック早く行きたいのにことごとく予定崩れてます。あー、イモロックね、ありがとうね。でもそんな遠出していくってすごいね。あのその時はなんかいろんな鹿児島のおすすめスポットを発信しますんで言ってください。その居酒屋行くためだけにね、その遠くから行くなんていうのはすごい大変なことです。3年前くらい一緒になんでマイヘアとの対バンがあった時、シーキと飲んだ時のインライの酔い方が忘れられない爆笑。あ、俺インスタライブしたっ。あ、やばかったね、あれはマジでやばかったね。日本酒のタカの一升瓶をみんなにあげた時ね、くっそよかったね。俺の携帯でシーキが勝手にインスタライブ始めたらあんま人集まんなくて、シーキの携帯やり始めたの。いや、めちゃくちゃおもろかったね、あれ。次の日とかもうすげえ疲れだったんだけど、なんか朝起きちゃって、で、地域もなんか朝起きてて、二人で連絡取り合ってまた会っちゃうみたいになって、吉野家行って、で、スタバのチャイティーラテ飲んで解散しました。すげえ飲む。あいつめっちゃ注意してきたからな、その動画もある。そんなの見せたらあいつもすげえ嫌がるからやんないけど、あいつめっちゃ注意してきたから。テレビでミネホさんに足臭いと言われているシーン忘れられない。いや、そんな臭くないよ実際。も盛り癖があるんでね、彼女は。ん、何の穴場スポット。あ、東京の、東京の穴場スポット、何をしたいかによるよね。もう何でもあるからね、汗かきですか。汗かいてるとこ見たことない。いや、めっちゃかくよ俺。この前のライブもびっちゃびちゃよ。すんごい、もう目しみて途中きちーって思いながらライブしてた。暑かった。インスパイア東京。ひげないんですか。薄くて羨ましいです。あ、僕ね割とあるんですけど、そのなんか友達の、あ、地元の先輩がエステティシャンしてて、なんかタダで光の脱毛してもらってる時期があって、その時ヒゲもやってもらってたんですよ。だから薄くは多分なってんだよね。本来ならね、ここも生えるはずなんです。だから年取ったら俺チェットフェイカーみたいにしたいなと思ってたんだけど。インドア派。いや、僕はね
インドアでありつつアウトドアも好きなんですよ。キャンプ行きまくりますから。カルマですね、チェックします。全然そのね、有名ではないから、調べてもしかして出てこないかもしれないんだけど、代官山の王っていうセレクトショップに置いてるよ。聞いてみてください。王ってあのアルファベットの王ね。福永さん、なんでそんなにお肉つかないんですか？肉つかないよね。めっちゃ食って怠惰な生活してるんですけど、全然太んないね今んとこ。絶対来るよって言われるからね、会う人たち。でも俺家計みんな、お父さん家計みんな痩せてんだよな。ピアスはね、もう楽天市場で買ったやつです。でもプラチナのやつなんで安くはない、うん、なくすとだからショック。ちょっといい金属じゃないと俺金属アレルギーになっちゃうんで。夜ご飯食べてないです。バームクーヘンを今日食べただけです。お気に入りのエフェクト教えてください。しょうがないな、お前たちも。俺のエフェクト好きがバレてるのか。じゃあ俺のお気に入りのエフェクト見せるね。最近のどう？これです。どうですか皆さん。カニエです。彼はカニエです。ラッパーの。カニエが僕をレコードのように持っているという、これが僕の今の一番のお気に入り。やばいでしょ。一時これでお届けするわ。家じゃない、家じゃない、 LP レコードだと思った。次のアルバムこれで決まりじゃん。おもろいなお前。いやー、これあそうだね、これがスクショタイムとしとこうか。だからみんな、これで今日のインスタライブ、福永さんのも面白かったって、ハッシュタグカニエでつぶやいてください。いいよ、コメントで隠れてた方がもう全然それでいい。もう上の人が福永さんなんだなって今みんな思うし、そしたら。いや、ということで、友達への説明だるい。ということでね、ワンマンライブ、ファンクラブの先行予約が今日の23時59分まででございます。同じエフェクト保存してた、すごいね。そう、上が福永さんだから、これ下がカニエだからね。今日の59分までらしいので、ファンクラブに登録してないぞというね、皆さんはぜひとも登録していただいて、ファンクラブ先行、最速先行予約を、よろしくお願いいたします。ありがとう。すぐ応募しました。上席に乗ってます。
ニエ以外のエフェクトはね、でもカニエを超えるものがね今は多分ないよね。うん、今日はだからこれでね、あ、戻っちゃいました。あ、でもこっちのエフェクトもいいかもしれない。こっちどうかな、好きかな、みんなこっちのエフェクトは見たいかな。道を変えてみるか。カニエでした。またカニエです。しかありません。いや、カニエカニエや、いいね、みんなのこのツッコミが頑張りますよね。僕は別ね、カニエの宣伝をしたいわけじゃないんだよ。一応ファンクラブ選考が今日の、23時、59分までっていうことなんでね、撮ってない人はぜひ撮ってください。また選考が始まったり、一般予約が始まった時に、カニエと共に配信しようかなと思いますので、またその時はこのダラダラと喋る私のインスタライブにお付き合いください。じゃあちょっと晩ご飯食べようかなって思います。じゃあねー、バイバイ。スクショタイムだよ。じゃあね。切ります。